それではこのおばけちゃんとかぼちゃくんの友達を連れてきたよ今日は。さあこちら、でででででで、んと一輪車に乗ってるハロウィンイルミネーショングッズ、まあ、一部イルミネーションじゃないものもありますけども、さあこれは避けといて、これランプなのにコストコで買ったんですけどライトがついてないんですね。電池式のはあったんですけどね、ちょっと暗いからよくわかんないかなと。はいはい、これもコストコです。ういこれも吊るしとけばなんかこうそれ何に見えるかな、明るいところに。よいしょ、 OK。 さてあれ、はい、点灯確認していきましょう。さあこれはね、これ LED ライトじゃないんだけど、これは普通のロープライトタイプ。おお、光るじゃん、いいね、ピッカピッカに光りますと。よし、こいつはやはりどの辺がいいかな、考えながらつけていきましょうね。さてと、さあこれはどうかな。わわ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 、もうこのたくさんこの、さあまずこういうイルミネーションはほどくところから始まるんですよね。よし、このかぼちゃくん、かぼちゃくんはもうこのちょこちょにつけちゃうかね。これで点灯確認しながらさ、トリックトリートだでー。ね、これはよいしょ、どうやってつけていこうかな。トリックはトリートだぜ、これ両サイドつけてみようかな。今回はどこがいいかな。ほい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 、かぼちゃくんはどの辺がいいかな。パパッとつけていこう、どうあたりかな。あ、結構コードが長いからこれそこそこどこにつけてもなんともでもなるんだね。よし、それとコードが長いものは結構楽なんですよね、好きなとこにつけれるんです。クシクシクシと、ほい、このあたりかな。クシと、あ、いいじゃんね、サクッとつけて、はいはい、でよいしょよいしょ、どうかな、つけてみて、あ、なかなかいいね。あれ、なんか新入りが入ってるよ今回。うん、よろしく、作ってもらったの僕たち、バケ君とかぼちゃでセットです、よろしくね。おい、よろしくって言ってるみたいだね。よし、いいね、ほっと、これをつけて、よいしょと、ブシッと刺すと、はい、とね、はい、こんな感じでつきましたと。で、よし、こういうコードは一度もないんで、上に持って、上に持って、でこういうもので留めるという感じでしょうかね。はい、はい、クリップをこう多用
肉を使ってこんな感じにします。はい、いいですね。はい、OK です。これ本当はくるくる回るんですけどね、ちょっと今日は気分が悪くて回んないですかね。クモの巣だらけ。はいはい、あ、またまた、ちょっと回る気になってみたね。そうするとこうなるんです。これビレッジヴァンガードで買いました。はい、よし、とは、はい、こちらのナイトメアシリーズも、こちらはよいしょっと、ほっとこんな感じでいいかな。これはインスタグラムのフォロワーさんからいただいたものです。さあ光らせてみましょうか。コードをまとめるのも僕はもうパパパとクリップでやっちゃいます。こうやってトン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 とこうして、でこんな感じでこうやっちゃいます。ほら、そうすると取るときも早いですよね。1ヶ月しかつけないんで、こんなとこに手間はかけてられません。でもある程度の風にも耐えます、これで。はい、 OK です。よいしょ。でこういうところもくる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 っとね、まとめてしまって、ほいっと、しと、こうして、よし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 と。であまり目立たないような感じにしといて取っときますね。クリップでえいっと、片方で止まらない場合は両側から、よいと、こんな感じです。はい、いいですね。 OK です。OK です。またすぐ1ヶ月後取りますからね。こんな感じで、あ、ナイトメア光ってますね。どうかな、よいしょよいしょ、うん、なかなかいいですね。おどろおどろしいですねよし、でこのビヨーンとなっちゃったようなこの配線はこちらでクリップで止めます。はい、以上です。いいですね。はい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 、だいぶついてきましたよ。うん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 、ほら、どう、かぼちゃちゃんとおばけちゃん、どう、うん、いいね、ありがとう。つけていきましょうね。はい、僕はこういう腰のウエストポーチ的なもの、この作業バッグ的なものをつけてます。これはこれですね、タコ足ですね。でこれがクリップ、これを大量に使います。僕はこのタコ足のタコくんと、あとはこういう結束バンドですね、これも結構たくさん使います。一番使うのはやっぱりこのクリップですけどね。はい、じゃあ行きましょうか。よし、でよいしょと、こう取り付けて、点灯確認したさっきのもののこのですね、ほい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 と、このよいしょ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 、こういうアダプターは結構重いんですよね。これアダプターが
こういうものはこういう上に乗せちゃう。よいしょと。ね。重いアダプター上に乗せといて、で、電源まで持ってってつけるという感じですね。はい。で、これはこうまとめる。もうハロウィンの飾り付けなんか1ヶ月しかつけないで、あまりしっかりつけてもいけないし、かといって風で飛ぶようでもいけない。ここが難しいところなんですよね。よいしょよいしょよいしょ。こんな感じにしてここにピュッとつける。うん、こうやってピュッとつけるね。こうやってこうすると落ちないし、取るときもすぐ取れますから。わかったかな。よしよいしょと。あとはかぼちゃくんどこにつけていこうかな。うん、あのハロウィンの下あたり、ちょっとこうあのあたり結構下目につけても面白いかもな。よし、それでいってみようか。よいしょっと、どうだ。よいしょ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 。こんな暗いところでは何してるのか分かんないかな。よいしょ、こんな感じでつけていきましょう。でしょうか。うん、いいね。そして電源をよし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 、あちらに電源があるから、よいしょ、よいしょ、違うの。うわ、リアルクモの巣だ。リアルハロウィン。ちょっとごめんなさいね、クモの巣。下かぼちゃくん、どうでしょうか。何か引っかかってますね。よし、ほっと、いやいや、よしよしよし、なんとなくいい感じになってきましたね。うんうん、よし。で、反対側にもあのかぼちゃのモチーフをつけて、よし。で、このこちらのナイトメアもインスタグラムでいただいたものなんで、つけていきましょう。うん、ありがとう。やっと僕の出番だよ。そうだね、去年つけてあげられなかったもんね。うんうん、どの角度がいい？この角度がいいかな。うん、こんな角度がいいかも。よし、じゃあちょっと待ってね。うん、いい角度でついたね。コペン当たるかな、車高が。いや、ギリいけるんじゃないかな。まあ一遍ちょっと入れてみないとわかんないですよね。車の屋根が当たるようじゃダメですもんね。よし、一回これでつけてみよっと。オッケーオッケー。コードの始末はもう全部これクリップでピュッとね、して電源オンだ。どんな感じかな、どんな感じかな。よくしっと、どうかな。あれ、これはあれだったかな。あ、いいね。白からん、あれ、この子は何だろう。ああ、白からブルーに変わるのかな。おー、なるほどね。いいね。おどろおどろしくていいね。一感じ、なかなか一感じ。うん、ふわーっとこう、幽霊っぽいね、ふわーっとね。よいしょよいしょ。はい、
そして LED じゃないこのコストコのライトにはこのほらね LED 仕様のものじゃないものはこれ乾電池だったんですけどね、コストコでこういうことや感じにしてこうやってやるとほら LED 仕様になる感じでいいですよね。はい、完成。うぅ、素敵なランタンの LED ライト完成です。いいね。 OK OK。 よし、全部ついたよ。ほら、かぼちゃくんとおばけちゃん全部ついたよ。どう？あー、いいね、仲間がいっぱいだね。うん、すごいすごい。あー、すごいね。ナイトメアも綺麗に光ってるし、あー、すごいね。あのかぼちゃもいいし、さっき作ったほら手作りコストランタン、コストコランタンね、えコストコのやつが生まれ変わりました。そしてあちらのかぼちゃ、はい、いいですね。うわー、なかなかいい感じになりましたよ。そしてあのコストコで光らないかぼちゃも周りで光らしちゃいました。なかなかいいじゃんいいじゃんね。よし、このナイトメアもいい感じに飛んでお化けっぽいですね。いいねいいね、仲間がいっぱい増えてよかったね。お化けちゃんとかぼちゃくん、うん、ありがとう。とっても楽しいよ。よし、じゃあ夜はこんな感じで行こうね、これからね。はい、とってもよくできました。終了です。2時間ぐらいかかったかな。はい、完了です。